レ秋篠宮家の次女佳子さまは今日、産経児童出版文化賞の蔵床式に出席されました。この式典は前回まで母の紀子さまが出席していましたが、代替わりに伴う公務分担の見直しで佳子さまが出席されることになりました。 本日、第66回産経児童出版文化賞の贈唱式に出席し、児童書の発展に貢献してこられた皆様にお会いできましたことを、大変嬉しく思います。また、各賞を受賞された方々に、心からお祝いを申し上げます。子どもの時に素晴らしい本に出会うことは、 豊かななな力を育み、大切な心の宝物になると思います。産経児童出版文化賞は読書の楽しみを一人でも多くの子どもたちに知ってほしいという思いの中で開催され続けてきました今回は4,432点の対象作の中から8冊が選ばれました 対象のそれでもふるさとは東日本大震災による原発事故の影響で避難することとなった福島県飯舘村の様子を震災直後から6年にわたり記録し続けた写真絵本です辛い思いをしながらもふるさとを愛し互いに協力し合う人々の姿に胸を打たれます この本は震災当時を知らない子どもたちにも深い印象を残すことと思います幸せの牛乳は牛が幸せに暮らせる酪農をしたいと願った人の実話です主人公は困難があっても諦めず工夫を重ねて夢を実現していきます 様々な食品ができる過程や人間とその他の生き物との関わりに興味を持つきっかけにもなるのではないでしょうかバッタロボットの冒険はバッタの形をしたロボットに乗って大冒険する絵本です行く先々で出会う虫や鳥魚などは図鑑のように細やかに描かれています 子供たちもまるで一緒に旅をし、本物の生き物を見ているような気持ちになることでしょう。ひだまりは、心優しい猫との出会いと別れを通して、ある野良猫に、誰かを思う温かい気持ちが芽生えていく様子を、丁寧に描いた絵本です。光や影、風や植物の描写からも、猫たちの気持ちが伝わってきます。 たます玉ねぎとはちみつでは、偶然出会ったおじさんや同級生との交流を通じて、小学5年生の主人公の世界が広がり、何かが変わっていく1年間の出来事が、優しく描かれています。 主人公に近い年齢の子供だけでなく、幅広い世代の人が共感を持てる本ではないでしょうか。さらな探検機では、様々な天体現象が印象的な写真で紹介されています。雲にこれほど多様な表情があるのかと驚き、雪の結晶に宿る光、星や太陽の輝きに見せられます。どのようにして 美しい色や形が生まれるのかなど子どもの好奇心や探求心をかきたてるでしょう「ショッキングピンクショック」はショッキングピンクカラーを流行させたファッションデザイナーの電気絵本です豊かな想像力で自分の思う美しさを表現し続けた結果世界的なデザイナーになった主人公の生き方から 自信と勇気をもらえることと思いますカタカタカタおばあちゃんの宝物は古い足踏みミシンの故障を乗り越えるおばあちゃんと女の子の微笑ましいお話が懐かしさの感じられる絵で描かれています家に足踏みミシンがあった世代の人から今の子供に読んでもらえたら 思い出話も聞けて楽しいかもしれません本年もこのように個性豊かな魅力あふれる児童書が紹介されますことを大変喜ばしく思いますそしてこれまで児童出版の分野で力を尽くしてこられた皆様のご努力に感謝いたします今回表彰されたような素晴らしい作品が 今後もより多く発表され、幅広く読まれて、子どもたちの心に残ることを願い、お祝いの言葉といたします。